高級ホテルシェラトンを運営するアメリカ企業の買収をめぐり、中国企業などとの交渉が大詰めを迎えています。買収額は1兆円を超えるとみられています。アメリカのホテル最大手スターウッドホテル&リゾートは、シェラトンのほかウェスティンなど世界で1200以上のホテルを運営しています。スターウッドは4月から身売りを検討していて、中国企業3社も買収に名乗り出ています。スターウッドが所有するホテルには、かつてジョン・レノンさんも愛用していたというこちらマンハッタン最高級の老舗ホテルも含まれています。国際会議にも使われるホテルチェーンを中国企業が買収することに盗聴などを懸念する声も出始める中、一部メディアはアメリカのハイアットホテルズとの買収交渉が大詰めを迎えたと伝えました。早ければ来週にも合意の可能性があるということです。買収交渉が表面化して以降、スターウッドの株価は大幅に上昇しています。